北朝鮮メディアが金正恩総書記が出席して9日未明に行われた祝賀パレードの映像を公開しましたパレードに出席した金正恩総書記は灰色のスーツ姿で現れました金総書記をめぐっては韓国の情報機関国家情報院が7月体重が10キロから20キロ減ったと分析していましたがさらに体型がスリムになったように見えます パレードは民間の準軍事組織、老農石英軍が参加。オーケストラの生演奏に合わせて舞台の更新が続きました。中には全身をオレンジ色の防護服で覆い、顔に防護マスクをつけた部隊が登場。新型コロナウイルス対策を担う非常防疫部隊だということです。 今年1月に行われた軍事パレードとは異なり朝鮮人民軍の軍人やミサイルなどの大型兵器は登場しておらず韓国メディアはアメリカや韓国を刺激せずに国際社会の注目を集める狙いがあると分析しています。では、風間解説委員に聞きます。 今回のパレード、どう読み解きますか。あの、何のパレードであっても、この一番注目されるのは先頭に立つ人たちですよね。はい。で、今回、その栄誉に良くしたのは。あの、水害の復旧に取り組んだ。首都平壌ンン、平壌市の、その、党員部隊だったそうです。で、新型コロナの貿易を担当する部隊や。えー、青年学生組織も更新しました。党幹部が演説した。 心を一つにして団結し、まあ、その力で現在の南極を打開していくというメッセージがパレードにも現れていました、うん、あの経済制裁、自然災害新型コロナの三重苦にある金正恩総書記はこのみんなで頑張ろうと訴える機会にしたと思います 北朝鮮の新型コロナの状況はこの定かではないんですけれどもこのワクチンの接種が行われている様子はほとんど見られませんでこの戦いの先は見通せないんですでパレードが照明が映えるその深夜に行われてその後は青年学生の夜会も行われたといいますしばし楽しんでほしいというなんかそういう趣旨にも思えます。 そうですね、キム総書記の演説もなくてミサイル兵器もない異例のパレードとなりましたがそこには国の内外に向けた強いメッセージがあったようです。